はい、そしてそれとね、あのカズハ関連のあのキャラクターとして稲妻の五郎っていうキャラクターがいるんですよ。あのピント来る人来ない人今の時点といらっしゃると思うんですけど、まあ細かいね設定とかどういう人なのかみたいなのはぜひ今後皆さんにおいおいストーリーを追いながら楽しんでもらえたらなと思うんですけど、まあなんでしょう、北斗さんはじめね、こうカズハがお世話になった、まあちょっと言っちゃうとこう助けてもらったところなんかもあるこう深い絆でね結ばれている人、その一人がね五郎でございまして、なんかそこのやっぱこうなんて言うんでしょうね、友情というか絆というかつながりというかなんていうところもすごくねエモいので、はい、ぜひ、五郎と、はい、カズハにも注目してもらえたら嬉しいです。